これはね、実は僕がね、煽り運転を受けた時の映像なんですけどね。はい、中年オタッキーです。煽り運転が、すごい話題になってますけど、まあまたって感じですけどね。今日はちょっと予定を大幅に変更して、煽り運転の現状をプロドライバーの視点から、考えてまいろうと思います。それでは本編スタート。まず煽り運転なんですけど、まあこの動画の時もね、そうなんですけど、煽られる方にも原因はあります。はっきり言ってこの時はね、御殿場ジャンクション近辺で、新東名が工事をしてて、左側2車線が、ほぼ渋滞に近いような状況で、私は旧東名を走るので一番右車線を走って、その渋滞を抜けてました。で、うちの会社は燃費が悪いとうるさいんで、時速80キロ以上は基本的には出しません。80キロぐらいでまあ走ってたんですね。で、煽り運転したこのシルバーのレガシーかなは、左側のその渋滞の隙をついて僕の前に入り込んで急ブレーキで、あとはノロノロ運転をしたという感じだったんですけど、まあ確かにね、その一番右をノロノロ走ってた僕も悪いといえば悪いんですけど、左2車線は渋滞してますんで、こっちはね、予定をちゃんと組んで走ってますんで、こっちにはこっちの事情があると。で、違反をしてるわけでもないんで、まあこれはどうかなと思ったんですけどね。その遠慮して左走れよってでも言いたいんでしょうかね。意見はいろいろあるとは思いますけども、煽り運転をする方にも原因はあるけども、原因はあるけど、その煽り運転は絶対に正当化することはできません。日本は法治国家ですから、例えばね、右車線をねずっと走っちゃならないっていう法律があります。で、右車線をずっと走ってならない法律があるから、その右車線を入ったりずっと走ってるやつ頭きたから煽り運転してやろう、それはダメなんですね。法治国家ですから、その右車線をずっと走ってるやつ、違反をしてるやつがいるから、ビデオを撮って警察に通報するとか、裁判をかけるとか、そういう方法で、手段で、対応するのだったら、それは正当な方法になりますけども、煽り運転をするということはもう基本的に不法行為になりますんで、いろんな法律に引っかかっていく。で、処罰の対象になる。基本的にね、処罰の対象になったやつの負けですから、煽り運転するのはやっぱ愚かな人ということになってくると思います。それで、煽り運転にもいろいろ種類があります。トラックの運転手で煽り運転する人もいます。ちょっとエンジン音の世界にしてもらいます。ちょっとね、そのプロドライバーの煽り運転どうなんっていう思いますけども、トラックのね事情を知ってる人だったらね、まあ気持ちもわかるなっていうパターンはよく見かけます。例えば、トラックってね、その追っかけっていう仕事が結構あるんですね。時間厳守とかね、追っかけて時間を追っかけるとか、前の車を追っかけるとか、そういう意味で追っかけ仕事っていう風についたんですけど、後ろの車に抜かれちゃいけないとか、そういう仕事もあるんですね。で、この何時何分から何時何分の間に入んなきゃいけないとかいう仕事もあって、1分1秒争う仕事が結構トラックの仕事にありまして、で、そういう時にね、遅い車に大量に塞がれてたらね、パッシングしたりするのも、まあわかるんです。で、まあ正当化はもちろんできないんですけど、で、その一般車の煽り運転とそのプロドライバーの煽り運転って何が違うかっつったら、その追っかけ仕事でね、急いで走ってる人たちの煽り運転は、進路が開いたらそのままいなくなるんですよ。で、一般車はこの動画のように前塞いでね邪魔するんですよ。急いでるから怒ってるんだろ、じゃあ行けよって話ですよね。前開いたんだったら嫌がらせしてどうするみたいな。これも単純に嫌がらせ。今話題にね、なってる、何ですか、宮崎文雄ですか。前が開いたんだったら行きゃいいのにね。
わざわざね、ジグザグ運転してブレーキかけてね、急いでるんだろ、急いでるからその塞がれて怒ってるんだろ、じゃあ空いたんだったら行けよって僕は思いますけど、どう思いますか。まあね、賛否両論いろいろあると思うんですけどね、ぶっちゃけこのトラックの仕事をしてると年にそうですね 5,6 回はね、やっぱ煽り運転食らいます。煽り運転まで至らなくてもね、例えばもうトラックってそのスピード出ないですから、追い越しもゆっくりゆっくりになるんですね。ちょっとずつしか追い越せない、時間かかるんですよ。30秒1分、もっとかかる時もあります。で、追い越し車線から走行車線に戻った時に後ろから来てた車が怒ってね、幅寄せするなんていうのは本当にね、毎日に近いレベルであります。もう煽り運転まで行かなくてもね、そういう進路妨害みたいなね、運転はね、よく食らいます。で、ヘッドホンも持ってないんですけどね。なんでヘッドホンも持ってないかって言ったら、例えば幅寄せした車がね、こっちに当たったと。ぶつかって、で、事故になっても、ぶっちゃけた話、乗用車とぶつかってもね、もう怪我もしないんですね、大型の運転手、ほとんどのパターンが。で、死ぬのは乗用車の運転手なんで、皆さんね、宮崎文雄がその動画で、そのトラックの前で急ブレーキとかしてますけど、あれも本当にね、自殺行為なんです。例えば僕の車はね、総重量が25トン、25トンあって、タイヤは12本なんです。つまりね、タイヤ1本でね、2トンなんですよ。で、乗用車ってね、1トン半とかね、1トン200とかなんで、タイヤ1本の方がね、乗用車1台より重いんです。で、まあ、運動エネルギーっていうのはね、重さに比例しますんで、トラックにね、挑んでくることがね、いかに愚かかっていうのは、まずね、もうそのトラックの前で急ブレーキとか、そういう愚かなね、自殺行為は本当にやめていただきたい。もうね、もちろん事故になりたくもないですし、人も殺したくないんでね、もうわけわからんことはやめてくださいって感じですね。で、まあ、まあ、基本的にね、煽り運転ってバカな人がやるんですけど、まあ、どうしてバカだかって、今もうドライブレコーダーって大体の車ついてきてる、ね、トラックなんかもう 100% に近いぐらいの普及率になってきてて、で、煽り運転をしたらね、もうその、車番とかもね、全部、その、記録されるわけなんです。で、後から警察が来るのも分かってる、分かっててね、やるんでね、その、何もその、後のことを考えれない人が多分やるんだろうなとは思うんですけど、まあ僕もね、若い頃はね、煽り運転に地味たことはしたことがあります、そら。目の前で急ブレーキを踏むとかね、そういう危険な行為はやったことがないですけど、本当ね、事故したいのかバカなのかわかんないんですけど、まあ、もう今はね、本当にね、みんなドライブレコーダーとかついてますし、ほんで、社会がね、煽り運転にこれだけ厳しいね、視線を向けてる中でね、未だにね、まあ、この動画はね、今年の6月12日の14時52分から始まってますけど、今年食らったやつですけど、今年もね、3回ぐらい、こういう、まあ、本当にこういうパターンの、煽り運転食らってますけど、なくならないんですね。まあ、法律っていうのはその何のためにあるかっつったら、やっぱ人が快適に暮らすためにあるもので、で、現状でね、そのこういうここまでやっても煽り運転がなくならないっていうんで、やっぱり煽り運転は厳罰化するべきだと僕は思いますね。で、事故もなくしたいですし、何よりね、これ死亡事故につながりますからね、本当にトラックの前で急ブレーキなんか踏んでね、トラック止まれないんでね、重たいんで、乗用車と同じ感覚で止まる、ブレーキ踏んだら止まれるとか思ったら、えらい間違いで、本当にね、止まれないんでね、特に、下り坂とか言ったら、本当止まれないです。ほんで、1回目のブレーキよりも2回目、2回目のブレーキよりも3回目、トラックはね、ものすごく制動距離が伸びます。なんでかって言ったら、重量が重たいんでね、1回目のブレーキはブレーキ冷えてるんで効きますけど、もう2回目は焼けてます。だから2回目はね、制動距離が倍ぐらいになったりするんですね。その辺もね、乗用車の運転手さんみんな分かってないんで、もうちょっとね、何かでね、このトラックの特性とかも教えれたらいいんでしょうけどね。まあ、こんな感じでね、今も煽り運転ちょっと話題になってますし、私も食らってますからね、なんとかしてなくしていきたいなと思って今日の動画を作った次第です。で、この動画なんですけど、煽り運転っていうキーワードで引っかかってきていっぱい入ってくる可能性があるんで、もういいねもつけれないようにしますし、コメントもできないようにします。もう鬱陶しいんでね、忙しいんで本当はね、コメント入れて
ね、多事総論したいところなんですけども、あの当方すごく忙しい仕事をしてまして、あの集中力が落ちて事故とかしたら本当にあの、ね、あのアホみたいなんでね、あの、まあ、その辺はちょっとご理解いただけたらと思います。次の動画はね、あのカメラの動画にしていきます。いつもカメラ の, あのチャンネルをやってます。あのもしねカメラ好きの方とかいたら他の動画も見ていただいて、チャンネル登録とかしていただけると思います。今日の動画はそんな感じで、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんね、ちょっとでも事故をなくしていきたいところですね。ちなみに私今のところ、115万キロ無事故無違反を続けております。その前はしょうもないガソリンスタンドで接触事故運転下手なんでね基本的にね9年ぐらいは無事故無違反なのかな。まあそんな感じです。どうも最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。